緊急事態宣言を受け、埼玉県ではネットカフェなどに休業を求めるとともに、寝泊まりしていた人のために無料の宿泊施設を開設しました。埼玉県の大野元博知事は、ネットカフェやナイトクラブを対象に、今日午前0時から休業の協力を求めています。県内のネットカフェに寝泊まりしていて行き場を失った人を対象に、 埼玉県は、上尾市のスポーツ総合センターを無料の宿泊施設として開設しました。県によりますと、この施設には30部屋あり、宿泊者が30人以上になった場合は、密接・密集・密閉を避けながら相部屋にするということです。